サッカーってどういうお遊びだったっけ？そもそも、そこからして怪しいのだが。まあ、とりあえずは始めていきましょう。皆様、本日もよろしくお願いします。で、ロックマンズサッカー。これ何すりゃいいんだ？なんかモードがたくさんあるんだけど。1P、何これ ?1PVS バトルセレクト。ま、とりあえずやってみよう。なんか始まった。そこかよ。これ何チームセレクト。揃っているのが、ロックマン1、2、3、4までのボスキャラが、2体ずついる感じなのか、これは。ストーリー、トーナメント、リーグ戦、対戦、覚えてるモードはこのぐらい。なるほど。チームを選びましょう。チームセレクト。これチームセレクトなのか。これは何の選択なんだろう。レアなドット。うん、ちょっとレアですね、このドットは。ロックマンで。リーグ戦？これはリーグ戦か。これ何するの？でなんかメガワールドともまた違うドットで、何これ。フォーメーションセレクト ?313? これでやってみよう。キックオフ。なぜ僕はバブルマンを操作しているのか。誰か教えてくれ。僕はなぜバブルマンを操作しているんだ。うおー、あー、うーほっ、あれトウトウ、あ、こういう色、おーし、おーし。ボール奪うのが大変なんだが、ボールを奪わないと、まずは。ほっ、よーし、ボール奪えた。オッケー、前に行けてるんじゃないのこれは。ルールよく分かってないけど、ここ重要。僕はルールを、サッカーのルールをよく分かっておりません。青いフラッシュは小さい時だったけど、エンカーは気づかなかった。エンカーいましたね。おー、赤と黄色のエンカーだ。かっこいいな。かっこいいエンカーだな。よっと。あー、待った！ボールが！あ、必殺シュートが！あー、ゴール！昔同級生の大事な部分にシュートしてしまいました。ああ、それは痛い。逆になんでエンカーいんの？わかんない。わかんない、なんでだろうね。ていうか、なんでキックオフがバブルマンからなんだ？思いっきりゴールに入っちゃったね。ボールはオレンジ、青、オレンジな感じが、ちょっと待って。うりゃー、奪われたー。あー、燃えたー。ロックマンで燃えたー。なんで負けてんの僕は。まずこれでいいのか、この動かし方で合っているのか僕は。おりゃー、またうーとー、向こうに持っていって、アイスマン、奪いたい。だあ、おお、止まったー。だあ、向こうに行けー、ゴールを目指せー。幼い時の憧れのゲーム、サッカー流行ってたからね。そっか、流行ってたんだ、サッカーって。僕は全然サッカーはリアルではほとんどやりませんでした。ルールすら把握できておりませんわ。できれば攻め入っていきたいところではあるのだが、ゴールできない。なんだと、まあ、よこせ、そのボールをよこせ。取られた、待った、待って、自分の操作キャラがよくわからない。おそらく、場所ごとによって、プレイヤブルキャラクターが、コロコロ変わって進んでいるっぽいんだけれども、ちょっと待った、今のはファールではないのか。今のは、いわゆるファールっていうか、ボールを投げて、チームメイトに渡すっていう、あれのする場面ではないのか。秘宝、サッカーのルールが崩壊。なんか、サッ
か、ルール通りではないらしいね。これはオフサイドなのかな。ごめん、ルールよくわかんない、オフサイドってなーに。うわー、よーし、オッケー、奪った、奪われたわ。そしてまた左の方向へ。ちなみにチーム次第ではラスボスも分身して登場するはず。このゲームラスボスって要素があるの？っていうか指が痛い、このゲーム指が大変痛い。サッカーのルールどころか操作の仕方が、ゲームとして操作の仕方がよくわからない。ホールアウト、ハーフタイム。ハーフタイムって何？フォーメーションの調整ですね。あ、なるほど。ガーボールなるものはないか。おっと、止められた。あ、俺氏の必殺シュートが止められてしまったんだが、よっと。これもしかして、必殺シュートを当てないと、必殺シュートを使わないと、ゴールを決められないのでは、もしかして。よっ、たー、おーおー、止まった、止めた、おー、あーあー、やられたー、やったね、やってない、点取られちゃったから。ちょっとあれ見な、エースが通る、あー、決められたー。今のフォーメーションはスイーパー全員でマークするタイプかな。そんなのがあるんだ。よくわかんないまま、何がなんだかよくわかんないまま負け続ける俺し。ふわっ、やったー、初ゴール。やったー、やったよ、やっとゴール決めたよ。4対1だけど、4対1という厳しい状況ではあるけども、とりあえず決めたよ、やったよ。これはひどい。僕のプレイングがひどいっていうことか。ナイス、ナイスキープ、ナイスキーパー、オッケー、オッケー、よく止めた、よく止めた、ロックマン、いけー、なんとか奪い返さなければ。おー、わっ、よーし、よかった。ロックマンが止めてくれた。取られた、ロックマン、よくぞ止めた。オッケー、ナイスだ。まるでオリバーカーンのようだ。オリバーカーンのようなロックマンだ。持ってるキャラクターが、タイムアウト？例えるのにカーンって結構古くありません。古いかな、やっぱ。時間なんて見ていなかったっていうか、これどういう画面なの？なんか始まった。え、これ何をしてるんだ、僕は。あー、ボールが取られる。ロックマンがバラバラに。今ロックマンがカットマン、君なんてことをするんだ。ズタズタ、ひどい。ズタズタはひどいぜ。必殺は燃やされたり、しびれたり、バラバラになったりと、無駄に凝ってる。すごいね、その労力は素晴らしい。ロックマンが果たして何をしたというのか。ロックマンは正義の味方としてワイリーの野望をことごとく食い止めました。いやー、素晴らしい功績ですね。飛んでいってしまう、よこせ、ボールをよこすんだよ、よこすんだよ、よーし、よーし、よくぞ止めた、オッケー、必殺シュートを止めることができたぞ。これは必殺シュートを2発かますことがうまく当てることができれば、こちらにも勝機があると、そういう風に考えても良いのではないか。あーれー、じゃ、こう、これ、あれ、これでどうだ。やったー、ゴール。観客引っ込め。一発すかせたのは大きいね。必殺一発すかすことができたのは大きいですね。よし、オッケー、この1対1大事にしていこうぜ。4秒3秒2秒1秒、タイムアウト。はい、ゼイルさん、お疲れ様です。来ていただきありがとうございます。ゆっくりしていってください。2戦目で引き分けは上出来なの、これって。これさ、もしかして、もしかしなくてもさ、必殺シュートを2回入れて、あとはひたすら時間稼ぎをするゲームなのでは。この微妙に不慣れな状況でちょうど見応えある展開になってる。あ、マジで。じゃあ次行ってみようか。なんか向こう側にアメーバみたいなのがいるんだけど、あれ何、あれはなんだ、エアーマンか。エアーマンだよな。なんかアメーバか何かに見えるんだけど、なんだあれ、あれはなんだ一体。ジジイついに登場。ジジイいる。ワイリーいる。あ、見る、あ、見れない、終わっちゃった。
まあとりあえず行ってみよう。これアーバンが見切れてるのかな。ワイリーさんは選手なんだろうか。とりあえずやってみよう。エアーマンだ。青と緑のエアーマンだ。なんでそんな独特しいカラーリングを。ワイリーさん、ワイリーさん、ツッコミが追いつかないよ。ああーそっか、すげえツッコミが追いつかねえんだけど。よっと、オッケー。年寄りに何させてんだ。何やってんすか、ワイリーさん。ワイリーさん何やってんすか、マジで。そしてロックマンギガミックのスリーのあのワイリーのスースを求めたってこれか。あー、ワイリーがゴール決めたんですけど。なんか着てる。さすがにバトルスーツ着てる。なんだ、なんだ、何を見てるんだ僕は。見事にワイリーに決められてしまったよ。ワイリーはレースもやってるでしょ。そう、時速500キロも出るレースで、ドクターワイリーも参戦してますね。よーっと、よこせボールを、そもそも本来のサッカーは45分間ぶっ通して走り回るハードマンのスポーツだから、休憩超大事ですよね。っていうか45分も走ってんの？サッカーの選手の皆さん、ちょっと頑張りすぎじゃないかな。20分くらいに短縮しても誰も文句を言わないんじゃないだろうか。とーい、うお、決めたー、うお、決まったー。必殺技じゃない、必殺シュートじゃない、やったー、決まったー。うわ、ロックマンが喜んでる。うわー、よーし、オッケー、やったー。ダストマン強すぎませんか。ちょっと待って、ちょっと休憩した、ちょっと休憩したい。よーし、よーし、やったー、今のは嬉しい。タイムアウト、くそー、2対2。成績は2勝2敗3分けですね。おめでとう。2勝2敗3分け。あ、そういうことになるのかな。負けたの。今の戦いは、今のは勝ち星を挙げれた。オッケー、だけど、長い。初日から勝ちがあるだけすごいかな。で、なんか、いきなりリーグ戦をやってしまったわけでございますけども、まあ、2時間半やれたから、悪くはない感じなのかな。なぜ2時間もリーグ戦を続けてしまったのか、なんでやろうな。なんでやろうな。じゃあ、皆様、本日もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。よい、ロックマンライフをです。いつもよりちょっと早めですが、今日はこれで終わろうと思います。ありがとうございました。